今回はパート5で初登場し、パート6にも登場するアルベール・ダンドレジーについて、パート6でも大いに活躍すると思われるので彼について詳しく解説していこうと思います。それでは早速行ってみましょう。初登場時はフランスの司法警察中央局局長を務める男で、後に安全保障事務局長へと出世しており、このことから分かる通り非常に優秀な人物であり、部下からの信頼も厚く、容姿も整っていることから、同僚の女性の中には玉の輿を狙う人物がいるほどです。ショートボブ風の髪型に緑のスーツ、六角形のレンズの眼鏡を着用していますが、眼鏡を外した状態でも難なく射撃できていたので伊達眼鏡だと思われます。そんな法の番人たる彼にはもう一つの顔があり、それは過去ルパンと共に世界中を駆け回り、三世の名を継ぐために競い合っていました。しかしアルベールは、俺はもっとでかいもの、このフランスという国を盗む、泥棒としてチンケな盗みを続けるのは飽きたと吐き捨て泥棒家業を引退。これによってルパンの名を侮辱されたと感じたルパンは彼に憎しみの念を抱き、何年もの間二人は接触を断っていました。しかしカルネ・ノワールと呼ばれる黒革の手帳をめぐり、ルパンと開口、お互いに騙し欺き合い、そして助け合い、少しだけ和解しました。それでは彼の能力について見てみましょう。冷静かつ合理的な性格の持ち主で、危ない橋を渡るといったことはせず、自分自身で実行可能なことでもリスクがあればそれを避けるといった考えを持ちます。それゆえ対照的に危険やリスクを冒してでも盗みを遂行するルパンには、泥棒に向いていないぜと言われてしまっており、アルベール本人もこのことはルパンにあって自分にないものだと感じており、泥棒技術は上手なアルベールと度胸のあるルパンでお互いにコンプレックスを感じていました。そして先ほど述べた通り、盗みの技術はアルベールの方が上手であり、過去にはルパンの盗みのターゲットを先取りしてその偽物をルパンに掴ませるといった凶楽ともいえるテクニックを見せつけ、彼を心底悔しがらせました。そして再戦した際もルパンの仕組みを全て見抜いて、守りや反撃をことごとく空振りさせるという形で勝利を収めていました。愛用拳銃はルガー P08 で、拳銃の腕も高く、ルパンに劣らない精度を誇ります。そしてこのルガーという拳銃はルパンの愛銃ワルサー P38 の前にドイツ軍で採用されていた正式拳銃であり、言うなればワルサー P38 の兄貴分とでも言った代物であり、ルパンとアルベールの関係性がうかがえるといった小ネタが含まれています。他には変装や編成、破壊工作技術もルパンが容易に見抜けないほどに卓越しており、アルベールの偽造品をルパンは恩師に指摘されるまで見抜けずに悔しがる一幕もありました。作中ではアラニエという殺し屋相手に片腕を負傷しながらもアラニエを貼り付けにして殺害するなど、並大抵の相手では勝てないといった強キャラとなっています。実は彼は同性愛者であり、黒人男性の恋人と同棲中という女好きのルパンと対照的であり、先ほどの技術と度量の話やルガーとワルサー、警察と犯罪者、異性愛者と同性愛者、浮気者の女好きと一途な男好き、三世を受け継いだ者と三世を捨てた男という徹底的にルパンと対照的な存在として描かれています。そしてルパンとは親戚関係にあり、それゆえ三世の名を争っていました。原作者のモンキーパンチ氏の後のルパンシリーズにまで末永く登場し続けるようなキャラクターを出してほしいという要望を受けて、同作のヒロインアミエナンと共に生み出されました。そういった経緯もあり、ルパンと関わりの深い血縁関係者であったり、ルパンと対照的な警察官として描かれたのではないかなと思いました。いかがだったでしょうか。パート6での彼の動向にも注目ですね。また他のキャラクターの解説も動画にしようと思っているので、よかったら高評価、チャンネル登録の方をお願いします。それでは、バイバイ。